Alright guys, welcome back to my channel, to another video. We are back with Kenka Dokugaku Viral Hit episode 5. Previous episode, Hobin went through the training, and we are back to smash Paco's face into the ground, hopefully, and then stop this bullying from him, because he went on and did to Snapper what he did to Hobin while he was, you know, away for a month at home training. That being said, I didn't react to it in the evening yesterday. It was too late, man. I was taking a walk and I decided just to record it today. And here we are with the reaction the day after. Yeah, it will be online at 2 p.m. So make sure to check that out. I would say let's freaking jump into it and see if the fruits of the training did something for Hobin or not. That being said, let's fucking go. Lumie, channel 100k subscribers. Arigato. Nanka ogotte yo. Sore wa ore no serifu daro. Shimura no yatsu kyou mo yatsu. I somehow I hate her. I don't know why. Maybe it's her voice. I don't know. Koto ja shokku de dete korene ka. Soken ninja ga yumei ni naru hodo nante muri na hanashi datta. Ano sa, anta Shimura to naka yokatta n janai no? Baja. That's where it started, right?昨日来ろうとすることの何がいけないんだ。勉強も喧嘩もできない俺が勝利に立つにはこうするしかねえんだよ。それはそうと誰一人手を差し伸べてくれる友達がいないなんて世間の奴らはバカばっかりだ。おいてめえら、待たせたな。昼休みライブ配信始めるぞ。さらに理解できないのはあのコンセプトでハマケンの人気が急上昇したことだ。 チャンネル登録者数を減り続けている。本には姿を消し、動画もアップロードされなければ当たり前だ。中には復帰を心待ちにする人たちもいるが、いつになくなってしまうかわからない。これも全部この件やろうぞ。お前志村の家知ってるよな。明日学校に連れてこい。俺に友達を売れっていうのか。志村を出演させてチャンネル 登録者数が100万人を超えたら、また俺のカメラマンとして使ってよ。あ、イエス。どこまで？そんでが腐ってんだ。でも、分かった。連れてくる。おばさん。おばさん。志村のお母さんですよね。あいつ今どこにいますか？あなた誰？コータのお友達？そんなことより、家の場所を教えてください。あいつを学校に連れて行かなきゃならないんです。とにかく急いでるんです。あの子、 学校に行ってないの？どんな手を使ってでも生き残ってみせる。はい、これ。 His mom is also way too nice, man. He doesn't even know this kid. 分かったのかよ。てめえのせいでまた笑いもんにされてんだろうが。5万円企画はどうしてくるんだ。Why? Why is Viral Hit doing that? They have so crazy soundtracks and OSTs. That's why he can't do it. 初めてお友達ができたって。 その子のおかげで毎日が。口先ばっかで裏切り者の俺を友達だと言ってくれるお前も。アホ、あんだけ来るなっつったのに。おいカネゴ、しっかりカメラに収めてくれよ。俺の一挙一動。なんか格好つけて。 コンペまで準備してやがる。 さては家で練習してきたな。
その技はあの時完全に見破られただろ。だが呆れるぜ、また同じ技を使うとは。この俺に通用するわけねえぞ。殴られても痛くない方法はペカッとに簡単に破られてしまいますよ。And he was dealt with an uppercut. してこんなに弱いんだ。どうして俺だけこんなに惨めな思いをしなきゃならないんだ。前だったら奇跡が起きていきなり強くなったりするんだろうけど、ここは現実世界だ。いや、俺にもあるじゃないか、奇跡が。喧嘩独学。Let's fucking go. 変化に必要な3箇所。1つ目、体格。喧嘩においてウェイトは大きな要素です。良質なタンパク質を摂取して筋肉量を増やすのです。 I need those proteins, man. 無理無理、こんなん飲むなら死んだ方がマジ。おっと、最近は良質な市販の喧嘩に必要な3箇所。2つ目は Okay. 意志がなければ体を作ることもできません。ただし体重を増やそうと食べ過ぎてはいけません。最後に体力。今すぐプールへ向かいましょう。体力をつけるのに最も効果的な運動は水泳。体力とはつまり長期戦に耐える持久力。水泳は凄まじい体力が要求されるスポーツ。そしてここにある動作を加え効率よく代謝アップをしましょう。いくらスキルが高くても初期装備では勝てないように、喧嘩も技術という武器が必要です。やっと必殺技を伝授してくれるのか。数多くの格闘技の中で喧嘩に活用しやすいのはどれだと思いますか。ボクシング、柔道、はい、いじめられっ子ならどんな格闘技の技を使うか。ボクシングのストレートってところでしょうか。それは格闘技を知らない素人の考えだね。まず足を肩幅に開きます。ひねります。この足に全体重をかけ。やっぱりストレートの構えじゃ。いやでもボクシングは関係ないって。もう片方の足の力を抜き、後ろを振り向くイメージで体を回転。その名も総合 MMA style low kick. Let's fucking go. It worked. Cause all the power goes from the legs, man. 本気で練習すればきっと結果が出るはずです。努力は決して裏切りません。 That's ローキックってな、太もも蹴るんだよ。マジでバカだな。このおじさんまた出た。これだから素人は。総合格闘技のローキック、ローキックの強みを最大限に生かしたアップグレード版ローキック。 You will feel it later on, right? The calf kick. Yeah, it hurts, man. 効果抜群、悪名高いキックなんですよ。 This hurts immediately. Let's fucking go, Hobart. プロの選手もまともに食らえば、1ラウンドから足を引きずるようなキック。初心者が使いこなせる技じゃない。やっぱり、そうくると思う。私が教えるのはスポーツではなく喧嘩。喧嘩にはリングも審判も存在しません。なんとかして距離を保たないと。捕まった瞬間、前回のようにやられちまう。距離を取ったら。何か引っかかる。どうして次の技を繰り出さないんだ。まさかコートのやつ。分かったぞ。この技は読まれやすいので注意してくださいね。1ヶ月よりも これまでの俺とは違う。だからあの時おっしゃったでしょ。またキックだろ。Yeah, we'll go for the face.
All right, the swimming is. Let's fucking go. Yes, boy. Let's fucking go. Fuck yes. これ以上、俺のダチに手を出してみろ。ただじゃおかねえぞ。お、あいつらビビってんぞ。ついに俺の狙いが来たようだな。わかればいいんだ。これから気をつけろよ。かっこよかったぞ。だから、もう泣くな。He finally beat his bully.独学チャンネル登録と分子通知忘れずに。あの日以来ハマケンは学校を休んでいる。俺にビビって、いやそんなわけがない。そもそも俺はハマケンに勝ったとは思って、うん、ありがとうございます。チャンネル登録者数15万人突破。これからも頑張ります。じゃーん、母さんの服買った。新しくできた、一緒にいると元気をもらえるお友達。ああ、奥義のこと。それじゃあ俺バイト行くから。he oh my god, it's not that。 友達って俺じゃなくて、もう一人友達ができたんだ。All right, guys. This was Wild Hit episode 5, and the way that they built up this episode, quite from the start, going into what we have seen.From episode 4 at the end, you know, when Hobin got into the classroom, they picked up on this, but on a whole different start they build it up, you know, how he was at home, how Snapper got to deal with the bullying instead of him, and then, you know, his training arc basically for a month, learning the MMA style calf kick, and, you know, getting Paco to feel the pain, the instant pain on the calf, two times, three times, and then of course, you know, learning that as well, you know, this is a move that is anticipated if repeated, and this was the opening for the overhand, you know, hook, which landed perfectly. It was even, you know, the weight that shifted,it got hurt, it hurt Pago even more, you know, because of the weight shift as well. So yeah, man, he hasn't been to school since that, but serves him right, because he basically provoked this whole incident, and that's what you get back. Like the streamers and the viewers said, you know, it's fucking karma, man, what else. But I really did enjoy the episode, man. I really loved it. The musicwas superb again. I don't know what OSTs they use, but it's a lot of singing, a lot of rapping. It really suits the anime itself. And yeah, man, that being said, if you're new to the channel, subscribe, turn on the notifications bell, leave a like, leave a comment, man. For more videos of Viral Hit like episode 4, you can check out above. You can follow me on my socials, links are in the description as well. That being said,We see each other within the next one, probably tonight with Windbreaker, because I couldn't react to the previous episode. That being said, see you.